武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年青山学院大学経営学部の英語の勉強方法について話していきたいと思います。青山学院大学経営学部の英語試験時間は90分間で、配点は150点満点の試験になります。大問構成は全部で7題出題されています。でそれぞれの大問に、特徴がありますので順番に話していきたいと思います。まず大問1問目は、長めの英語の長文問題になります。で、まあ、10個、設問が用意されてまして、それとは別に、和訳問題が出題されています。その長文の中で、ある部分に棒線が引っ張ってあって、それを和訳しなさいというような問題も出てますので、まあ、解釈の力をしっかり鍛えておくことっていうのが重要になってきます。で、まあ、武田塾の参考書ルートのやっておきたい英語長文500のレベルがしっかりできていれば、十分対応できるかと思うんですけども、そのやっておきたい英語長文500に出てくる和訳問題なんかもしっかり、演習を重ねて、回答できるようにしておいてください。で大問2が、英作文問題になります。まあ、他の学部と比べても出題されている英作文の難易度っていうのは、優しめのものになるんですけども、もしこれで全然書けないということであれば、英作文ハイパートレーニング和文英訳編を用いて例文暗記や英作文の書き方を学ぶことで、大問2の英作文をしっかり回答できるようにしておいてください。まあ、余裕が、まあ、その残り時間に余裕がなければ、英作文は、ある程度捨てて長文でしっかり点数を取り切るっていう作戦もありかと思います。大問3も英語の長文問題になります。こちらもかなり長めの長文になってますので、まあ、やっておきたい英語長文500で、まあ、余裕があれば総計レベルの長文の方まで、しっかり踏み込んで対策をしていくようにしてください。で大問4は、文法というか単語の問題ですね。文章が与えられていて、その空所に語句を入れていくっていうような問題になります。まあ、文法語法の知識や単語イディオムの知識などを駆使して解いていくような問題になります。まあ、これはその青山学院大学特有の問題になってきますので、過去問演習などをしっかりして、どういった知識が求められているのかっていうのをしっかり過去問演習の中で把握するようにしてください。まあ、単語の知識だったり文法語法の知識だったりがメインになってきますので、そこに課題があるという感じた受験生の方はしっかりその基礎の参考書に戻って復習をしていくようにしましょう。で大問5はその長文が与えられて、その長文に下線部が引っ張ってあり、その下線部と同じ意味の言い換えの語句を選択するという問題になっています。なので、傍線部の単語っていうのは必ずしもその優しめの単語、みんなが知ってるような単語ではなく、難易度の高い単語に線が引っ張ってあることが多いです。そういったその難しめの単語の言い換えっていうのはやはり文脈での判断が重要になってきますので、文章の前後関係をしっかり読み取り、そのこれを置き換えるとしたらどのような言葉が適切かどうかってことを考えながら正しい選択肢を選ぶようにしていってください。まあ、こちらも同じ意味の言い換え問題というのは他の大学の過去問でも出てますので、似たような問題で対策をする、あるいは青山学院大学経営学部の問題で対策をしていくということで、対策を行ってください。なので、まあ、単純に単語の意味を聞いているというよりは、文脈での、判断というのを聞いてますので、そこがしっかりできているかどうかを気をつけながら過去問演習をしていくようにしてください。で大問6はそうですね、会話帳の文章で、文章があってそこに空欄があって適切な会話の語句を入れていくっていうような形になります。こちらも会話文になるので、もしここで点数が取れないということであれば会話文問題のトレーニングなんかで対策をしてもいいんですけども、会話という、会話と、一般的な文章の間ぐらいの文章になるんで、単純な会話の対策がしっかりそれに点数につながるってわけではないです。なので会話問題のトレーニングなんかで対策もしながら、結局はその過去問でやっていくのが一番ベストかと思います。なので文章の前後関係ですね、こちらをしっかり把握するように心がけて対策をするようにしてください。で大問7も長文の問題になります。文章が与えられていて、そこの空所が、空所補充になってて、その空所補充問題を解いていくというような形式になります。なのでこちらの問題もまず文章の前後関係をしっかり把握することと、その空欄の前後ですね、その空欄の中に、どんな品詞が来るのか、あるいは空欄にもし動詞が来るんだとしたら後ろの語法っていうのはどんな形になっているのかなんかも、回答のヒントになってきますので、文脈っていう内容の面からと、品詞や語法などを使った知識の面から、この両面から攻めていくようにしたら、比較的うまく解けるのではないかと思います。
まあ、こういった空所問題も他の大学、まあ、例えば関西大学なんかでも出題されているので、類似の過去問をしっかりやっていくようにしてください。なんで、まあ、全体的に7問中6問、5問ですかね、5問が長文問題になります。しかも分量がかなり多いですし、それを90分で処理していくっていうのは時間的にかなり厳しい試験にはなってきます。なので長文の対策としては最低限マーチレベルのやっておきたい英語長文500までは必須で、また速読英熟語のシャドーイングで速読力を強化していくってことが、青山学院大学経営学部の一番の対策になってきます。で、余裕があれば早慶レベル のハイパートレーニングレベル3ややっておきたい英語長文700の方まで踏み込んでやれれば理想的かと思います。で、あとはその大問ごとに特色がありますので、過去問対策の中で各大問に適した対策を行うようにしてください。今回は以上です。